柄の精神を言わなきゃダメなんですよ。言ったか言わないかも言わない、どのレベルで言ったか言わないかも言わない。何ですかそりゃ。その答弁原稿ずっと同じこと読んでるけど、誰が作ったんですかこれ。外務省この答弁ひどいね。次、ファン・ウンジュ教授失踪しました。人権人道上の観点から外務省はどう考えているか。大臣。ハン・ウントン教授は、長年にわたりまして我が国の大学におきまして、教職に就かれている方であります。この教授の人権に関わる、かかりうる事案でもあるということでございまして、今関心を持って本件を注視しているところでございます。事柄の性質上でございますが、これ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。我が国は国際社会におきまして普遍的な価値であります自由、基本的人権の尊重、また法の支配が中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした観点からこれまでもさまざまな機会を通じまして、中国におきましての人権状況といった懸案につきまして、さまざまなレベルで中国側に直接伝達をしてきているところでございます。そこでですね、お伺いしたいわけでありますが、今回のファン教授の失踪について、中国に対して、この案件で外務省は申し入れをしたでしょうか。お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、このファン教授のですね、人権に関わりうる事案でございます。関心を持って本件を注視しておりますけれども、事柄の性質上これ以上のコメントをここでさせていただくのは差し控えさせていただきたいと思います。人権に関わる問題であると林さんが官房長官が提起したというのは評価していいんですよ。評価していいんですが、そうであるならば、じゃあまず大臣、なんでこれ人権に関わる問題だと判断したのか。犯罪ではなく、お答えください。大臣。上川外務大臣。今、ご質問のところで、いいから述べられたとおり、中国帰国後に、帰国後に、今、戻っていらっしゃらないということ、このことを捉えて、どのような状況にあるかということの状況を注視しているという状況でございます。なかなか明示的におっしゃらないが、人権問題であるという認識を持っているんだと思うんですよ。その際にですね、この教授のことで外務省は中国に抗議をしたんでしょうね。大臣はそのこと知ってるはずだ。お伺いします。大臣。繰り返しになるところでありますけれども、この教授の人権に関わりうる事案であるということでございまして、先ほど申し上げたとおり、関心を持って注視をしているところでございます。これ以上のコメントについては、事柄の性質上控えさせていただきたいというふうに思っております。委員長、それが間違ってるんですよ。いいですか。それが間違っている。なんで明示的に言わないんですか。大臣が言ったなら、大臣が私が言いましたと、担当の政府参考人が言ったなら私が言いましたと、この案件に関して、いや日頃から法治国家であるべきだということで言ってますというのは、それはそれで大事ですよ。しかし我が日本において、鑑真の研究をしているこの教授が失踪したと、マスコミ一斉に騒いでますよ。共同通信から他の読売新聞だって日経新聞だって、これだけ我々が関心を持って、しかも政府は人権問題であると官房長官が提起している。なぜこの問題に関して中国に対して人権問題という観点からそれはどうなってるんだと、我が日本に、永住資格かなんかのこの資格でですね、京都大学出てますよ。彼30年日本にいますよ。確かに国籍はまさにさっき言った公民かもしれない、中国の。しかし彼に対してその思いが、日本の国でもそのなんていうのかな、プライドを持って、なんでそれを明示的に、なんでこういうことやったんだと言わんのですか。そういうことを口をつぐんで言わないというところが日本の国の問題だと私は思っております。大臣ね、もうちょっと
その辺は毅然としてもらいたい。事柄のせい必要じゃないだろう。全くね、残念ですよ。もうそれはこれ以上言わんでしょう。これ以上お答えできないんでしょう。岸田政権のやり方でできないんでしょう。いや、できるなら答えてください。大臣答えろ。今申し上げたところでございます。事件に大変関わりうる事案ということでございますので、事柄の性質上これ以上のコメントにつきましては差し控えさせていただきたいと思います。逆なんですよ。事柄の性質を言わなきゃダメなんですよ。言ったか言わないかも言わない。どのレベルで言ったか言わないかも言わない。何ですかそりゃ。意味がないじゃないですか。黙ってるって話じゃないと思うんだ。これ真剣に、まあこの場はね、委員会だから家帰って考えてくださいよ。日本の外務大臣としてノーコメント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 で言うのがこれがふさわしいのか考えたらいいですよ。どのレベルで言うか言ったか、明示的に言うことのデメリットなんてないと思う。これは日本が人権国家であるということを言うならば、それすら言わないのあんたたちはと海外思いますよ。いいですか。何かあったら答えてください。人権に関わることにつきましては、世界で起きていることも含めまして、一人一人の人権に関わることでありますので、この点については極めて憂慮する事態というものを、想定しながら、さまざまな考え方でこの問題についても立ち向かっていく必要があるというふうに思っておりますが、この懸案につきましては、この教授の人権に関わるということでありますので、これ以上につきましては、事柄の性質上、コメントについては差し控えさせていただきたいと思います。非常にいつもながらがっかりする答弁でして、もうちょっと切れ味のいい答弁してくださいよ。全くこれ人権問題だというところまで、ああよく提起したなと林さんが。でももうそれで黙っちゃった。言わなきゃいかんでしょう。言わないことのデメリットより、言うことのデメリットより言わないことのデメリットの方がはるかに大きいっていう。これ本当にね、なんか全部これは外交上の性質上とか言ってるけど、そんなことしたらバカバカそういうこと言ってる国が得するんですよ。中国なんてバンバン言ってるじゃないですか。本当に言うべきじゃないこと言わないけど、言うべき言ったことが国益にかなうんだと言うんですよ。国益にかなうことすら言わない。日本は人権大国としてこの問題は言うと、この教授の個別の問題は言うと、国益にかなうじゃないですか。それ言わないってどういうことですか。がっかりしますよ。次、この前質問しました、このアメリカ下院議員のガザに広島長崎のように原爆を落としていいと、これ本人がそれを撤回したというふうに言ってる。これ本会議場で玉木議員の質問に対して総理が不適切だと言ったということであります。大臣、このウルバーク下院議員の発言に対してのご所見をお伺いします。大臣、今回の岸田総理の米国公式訪問におきまして、岸田総理大臣も私もご指摘のこのティム・ウォルバーグ米国の連邦下院議員の発言について個別に取り上げるまた我々ばっかりということについてはいたしませんでしたけれども、岸田総理大臣は日米首脳会談や連邦議会での演説等におきまして、核兵器のない世界の実現に向けた取り組みの重要性について改めて訴えたところであります。岸田総理大臣は4月18日の衆議院の本会議におきまして、同議員の発言は適切ではないと考えている旨答弁をしたところであります。私も4月3日のこの衆議院の外務委員会におきまして、委員のご質問をいただいた際に、同議員が核兵器の使用を容認するかの発言を行い、これがメディアを通じて拡散していることを大変憂慮しておりますと答弁をさせていただきました。その認識であります。メディアを通して拡散していることを憂慮するって意味が分からないですな。その発言は構わないが、
拡散していることを憂慮するって、そういうご認識なんですか。ちょっと簡単に答えてください、時間ないから。大臣、拡散していることを憂慮するってどういうことですか、一体。答えてください。このウォルバーグ米国連邦下院議員がご指摘のような発言を行いまして、これがメディアを通じて拡散されたことについて、大変憂慮をしている状況であります。このような同議員の発言自体が、核兵器の使用を容認しているかに受け取れる適切でないものであると考えております。その答弁原稿、ずっと同じこと読んでるけど、誰が作ったんですか、これ、外務省。この答弁、ひどいね。よっぽど無責任な人間が作ったし思えないね、この答弁。今日この座ってる中にいらっしゃるんだろうけど、とんでもない答弁だよ。その上できちっとこの下院議員に不適切だと言ってるってこと伝わってるんですか。日本の国内で、日本の国内向けにアリバイ的に不適切だと言っただけで終わったんではどうしようもないんですよ。相手に対して、ウォルバーグ議員に対して不適切であるということは伝わってるんでしょうね。大臣、答えてください。この議員の発言自体につきましては、まさに核兵器の使用を容認しているかに受け取れるものでありまして、適切ではないものというふうに考えているところでございます。ウォルバーグ議員の発言はその意味で、大変不適切であるというふうに認識をしております。同時に同議員がそのご声明を発出いたしまして、冷戦時代に幼少時代を過ごした身として核兵器の使用を訴えることは決してないとして、自身の発言について釈明をしていることに照らし、これまでのとおり同議員に対して抗議を行うことが必要な状況にあるとは認識をしていない状況であります。その上で、唯一の戦争被爆国でありますので、核兵器による広島、長崎の惨禍は決して繰り返してはならないと、こうした信念に基づきまして米国とも協力しながら取り組みを積み重ねてまいりたいと考えております。松原君、答弁を、本人分かっていて心の中で申し訳ないなと思ってるんだろうな、これ思ってるんでしょうね。いいですか、私は不適切であるという日本の政府の本会議における総理の発言を含めて本人に伝わってるかって聞いてるんですよ。本人に、日本人が日本人に、日本の総理が日本の国会と国民に不適切だと言ったって、それは当たり前の話ですよ。相手に伝わってるかどうかを聞いてるんですよ。相手に伝わってることに対して全然コメントをしてないってことは伝わってないってことですな。ゴルバークさんは日本の広島長崎の被爆者が、広島長崎の被爆者が怒ってるということも含めて一切分かってないし、不適切だということで自らの発言が批判されていることも一切知らない。これでいいんですか。日本は自分の意思を誰にも言わない国家としてこれからのやっていくのかって話ですよ。ウォルバーグさんにはこの不適切だという話を別に大臣言わなくてもいいですよ。北米局長今日来てるけれども、北米局が言うてですね、ワシントンの日本大使館から我々の国においてあなたのこの発言は不適切と言われてますよと伝えてくださいよ。伝えることをここで約束してくださいよ。言ってください。本人に伝わなければアリバイですよ。日本国内で自分たちで納得するだけだ。言った人間に伝わらないっていうのは国家としておかしくないですか。不適切だと言うならば、総理が不適切だと言うならばそれは結構ですよ。それを相手の下院議員に伝える。総理が言わなくてもいいですよ。大臣が言わなくてもいいですよ。日本の大使館の公使か誰かでもいいですよ。伝えてください。答えてください。まさに議員の発言ということでございますので、議員がこのように釈明をの部分をしているということであります。このことそのものは日本におけるさまざまな言論があったということについて十分に理解した上で、釈明をそれに対して抗議をして同議に抗議を行うことについての状況があるとは、その意味では認識をしておりません。もう時間が来たんでありますが、時系列違うんですよ。ウォルバークが釈明したのは総理が不適切だという前ですよ。ウォルバークが釈明したのは、私がこの委員会に質問して大臣が抗議しませんと、えっと思ったけど、抗議しませんと繰り返し言ったことをその前ですよ。だから総理が不適切だと言ったことを、総大臣が今内心
まあ、総理と一緒の思いを持ってるとしても伝わってないですよ。時系列が違う。勘弁してくださいよ。本当にね、よく考えてくださいよ。そんなんでいいんですか？日本の外務大臣として恥ずかしいと思わないんですか？おかしいと思うよ僕は。まあ、時間が来たから終わります。